こんにちは。どうもどうもどうも。今日はね、奥州市水沢の方からずっと三沢の方に向かってました。今年はね、ずっと平野でひもづくは言えない。ずっと向こうさね、焼き石連峰も見えたで、奥羽山脈のね、そうすればね、もうちょこっと、あ、ここだ、ここのコンビニね、左に行ってまだすぐ左さ、運命農家レストランがあるつうから、ちょっとね、気になってお邪魔しました。いやー、ほんとにね、いいとこだな。いやーね、風情もあるさ。まだキスだ、英語じゃねえよ。こんねえの方言だが、まだキスタ。ね、これこれこれ、立派な建物だ。僕はあれだね、山直だね。はいと、着きましたよ。これこれ、まだキスタ。英語じゃないよ。それでは、アイドガン。お邪魔しまーすと。さーてと、何行くかな。ちょっと遅くなったらね、結構ね、欠品がありやすた。俺はさっきのあのハンバーグ、豆腐か、豆腐のハンバーグ行ってみっかな。まあいろいろこだわってね、体さいいこった楽しみだ。何食う？今日も友達と来たが、こっちの鼓焼き。あ、了解。まあいろんなメニューがね。あ、ランチもやってんだね。はい。いやー、いい建物だねこれね。柱もぶっといす。憧れるな、こういうね、昔の古民家図がね。はいと、来ましたよ。豆腐と野菜のハンバーグ。いや、なんかうまそうだな。体にも良さそうだす。このまんま、おこげ。これこっちは豆腐のね、包み焼き。こっちは友達の。このおこげがいいね。かまどだべえが。どれどれどれ。いただいてみましょう。まずね、このまんまが気になった。先に一口ばあれね。うんめ。うわ、懐かすなこれ。まんまうんめ。最高だねこれ。どれ、豆腐のハンバーグ。なんちょだい。からな、どれどれどれ、いただきまーす。わー、美味しいね。優す味だ。まだこのまんまが、なんたらうまがんべ。さすが農家レストラン。豪華鉄板だべ。最高。
いやー食った食った何もかぬもうまかった。わらすん時に戻ったようだ。このデザートもうまかったよ。今日はね奥州市伊沢にあるマダキスタさんの紹介でした。ありがとうねー。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだってか。へばねーマダキスター。